5月2日月曜日の東京株式市場、午前の取引が終了しました。本日で3連休明け、しかし明日からまた3連休という連休の谷間ということはあって、なかなか気乗り薄な市場ムードになっています。また、先週末のニューヨーク市場が大幅安となったことで、やはり売り物優勢の前引けとなりました。3指数見ますと、まず日経平均は先週木曜日の終値に比べて143円30銭安い 26,704 円60銭、トピックスも 9.12 ポイント下落して 1890.50、 JPX 日経インデックス400は 88.58 ポイント値下がりして1万7000トンで 33.62 と、3指数ともにマイナスの水準での終わりとなりました。東証プライムのマーケットでの値上がり銘柄数が607、値下がり銘柄数は1151、 63% の銘柄が値下がりしています。東証プライムの売買代金は1兆5600億円と、先週金曜日あたりに比べるとやや膨らんではいますが、全般として低調な商いと言っていいかと思われます。全般に決算発表シーズンということで、個別に物色される銘柄が出ています。例えば先週木曜日に決算発表を行いました富士通が745円高 3.98% の上昇となって年初来高値を更新したほか、自社株買いを発表した銘柄が結構個別に物色される試合となっています。一方で為替が130円台、円安さらに、根強く円が売られるというそんな状況を受けまして、内需系の銘柄に弱いグループが結構広がっています。例えば業務スーパーの神戸物産は100円安 3.12% 下落、また家具のニトリも2815円安 2.13% の下落率、ともに年初来の安値を更新という動きになりました。あと決算を発表した銘柄でもアナリスト予想に届かない、市場予想を下回った数字を発表したような銘柄はさすがに、売り物勝ちという地合いの弱さも見て取れます。以上、連休の谷間での東京株式市場前場の概況をアローズスタジオからお送りいたしました。